大門美樹君。こんにちは。法案に関連して、株式市場における個人投資家の保護について、お聞きをいたします。金融庁は若者を含めてですね、一般個人の投資を増やそうとされてきました。特にこの間、ネット証券の各社も手数料ゼロを売りにですね、若者を、取り込もうということに力を入れております。ネットスマホを使った20代30代の若者の株投資が急増しております。こういう素人といいますかね、よくわからない人まで呼び込んで、来ているわけですが、今の株式市場はですね、個人のあるいははっきり言って素人のですね、投資家に向けて公平、公正なものになっているかと、むしろそういう個人素人投資家がですね、プロ集団の食い物にされてはいないかという点が大変懸念されるところでございます。この点でこの間問題が指摘されているのが高速取引ということであります。資料をお配りいたしましたけれど、これは日経新聞の資料でございますが、まず金融庁ですね、この高速取引 HFT と書いてますが、どんなものか簡潔に説明をお願いします。古澤市場局長。お答え申し上げます。ご指摘の高速取引 HFT ハイフリークエンシートレーディングというものでございますけれども、一般にコンピュータープログラムなどにおいて、あらかじめ定められましたルール、いわゆるアルゴリズムと申しておりますけれども、それに従って株式ですとか、それからデリバティブの取引市場において高速かつ高頻度で株式などのそういった取引、自動売買を繰り返す取引しようというものを指しているということでございます。こういった社につきましては2018年に登録制を導入させていただいて、現在55社が高速取引行為の登録を受けているという状況でございます。大門美樹君。はい、ありがとうございます。HFT ハイフリークエンシー、フリークエンシーというのは回数ですね、トレーディングですから回数の多い、高頻度で繰り返される取引というようなことかと思います。でコンピューターを駆使した超高速の金融取引で、おっしゃったように説明あったようにアルゴリズムを、つまり過去の株なら株の価格の動きを統計的に分析をして、100ミリ秒から300ミリ秒の超高速で、1秒間に1000回以上の高頻度で売買を繰り返すですね。当然生の人間にはできませんので、コンピューターが自動売買をすると。そのわずかな値幅、瞬時の動きを捉えて売買やって、その利益を積み上げるということであります。でこれはやっぱりミリ秒での取引ですから、専用のアルゴリズム、高速演算できる、計算できるコンピューター、あと回線ですね、超高速回線などの設備が必要でありますので、誰にでもできるわけではありません。でここに、そこの掃除システムのもとに独自の情報源とか銘柄選定、予測などを行うと、それを AI ですね、人工知能が、連動して、そこに巨額の投資資金が背景に利益を上げているというような仕組みで、これが実は現在の投資の世界の現実でございます。この委員会で東京証券取引所の視察もありましたし、私もニューヨークの証券取引所、参議院の調査団で行かせてもらってみましたけれど、今や立ち会い取引、人がいないんですよね。ほとんどいないんですよね。みんなコンピューターがやっているという世界で、ございます。で、図にありますように一般の投資家というのはそういうことできませんから、証券会社を通じて取引するだけですけれども、ヘッジファンドとか HFT 高速取引業者は今申し上げた専用の設備、特別のコンピューターシステムを持って売買を繰り返しているわけであります。でこの記事の下の方に線を引いてございますけれども、このことについてやっぱり不公平感といいますか、批判的な声が出ているということで、株価情報をいち早く取得し、他の投資家に先駆けて取引をする手法について批判的な声もあるとい
というふうに、記事ではなっております。ちょうど4日前に5月14日にテレビ東京の、ガイアの夜明けという番組がございますけれども、その中で今の株価バブルのことを特集しておりましたけれども、今株式市場にですね、先ほど申し上げたように、たくさんの若者、特に女性も増えて、おります。そういう新人の、素人の新人投資家が急増しているということを、放映しておりました。でその中で株式市場の知られざる主役ということで紹介されていたのがこの高速取引業者で、ございます。今や東証一部の売買代金3兆円のうち半分以上がこの超高速取引業者が占めているということでございます。で当然一般の投資家からは真似ができないスピードの HFT に対して不公平だとずるいという声が出ております。圧倒的なスピードでですね、他の投資家が得られるべき利益をもうかすめ取っていくということの不満が出ているわけでございます。ですから、こういう今この HFT 高速取引事業業者がですね、こう接近している中で一般の個人投資家、ましてや若者やですね、素人の新人素人が太刀打ちできるわけがないと。でそれどころかですね、食い物にされているんじゃないかと。ある有名な投資家は名前言えばすぐ分かる方でございますけど、ブログでこんなこと書いておられました。個人投資家というのは無抵抗な養分に過ぎないと。つまりですね、個人や素人が投資してくれたお金の分パイが広がるし、流動性が高まっていろんなチャンス隙が生まれると、その動きをの隙を利用して、HFT 業者が儲かると儲けているということで、個人素人は、うまみと儲けをもたらしてくれる養分だというようなことをもう専門家が言っているという、そういう世界になっております。でこの HFT 高速取引業者についてはさまざまな問題点が既に指摘されてまいりまして、金融審議会も昨年12月ですね、裁量執行のあり方に関するタスクフォースを立ち上げられました。資料の2枚目にその中に端的にこの高速取引事業者に対問題点が端的に書いてございます。金融庁、この資料について概略で結構です。簡単に説明をお願いします。古澤局長。お答え申し上げます。先生の配布資料にございます高速取引行為に関する規制の、まず背景でございますけれども、先ほど来ご指摘にございます高速取引業者、日本におきましては2010年の1月に東京証券取引所の取引システムアローヘッドと申しておりますけれども、そこが導入されまして、注文処理速度がスピードが非常に速くなりましたのと、それから先生のご指摘にもございましたけれども、設備を置かなきゃいけないということで、その取引所の売買システムに近接した場所に、取引参加者、HFT などのサーバーを置けるというサービスも提供されております。そういう背景がございまして、資料にございますような、HFT の広がりというのが見られたところでございます。もともと2016年の金融審議会でございますけれども、一方で HFT につきましては、市場に流動性を供給すると申しますか、取引がしやすくなるということですとか、そのスプレッド、売りと買いのスプレッドが縮まるんじゃないかという恩恵も指摘されている一方で、市場の安定性、効率性、それから先生にもご指摘にもございました、投資家間の公平性と。それから本当に中長期的な企業価値に基づく価格形成がなされるんだろうかといったような観点からの懸念も指摘されたところでございます。こうした状況を踏まえまして当局や取引所が高速を取引を行う社から直接情報を収集するという枠組みを構築するということで、2017年の5月に金商法を改正いたしまして、高速取引を行う社の登録を義務付けるとともに、義務付けて体制整備やリスク管理を求めるとともに、当局への情報提供といった枠組みを整備したところでございます。大門幹司君。はい、ありがとうございます。その流動性が供給されているという点も、結局誰のための流動性なのかと
という点があるわけでありますね。でその上で問題点がここに書かれているようにたくさん指摘されております。市場での何かあると加速度的に反応してマーケットが一方的に動くと市場混乱させる恐れで、さっきから言った太刀打ちできないですね、一般投資家は。そういう不公平感で、個人や中長期的な投資をやろうとする人たちを市場から遠ざけてしまうと、まあね、本来的な意味の投資家を遠ざけてしまう、あるいはこの高速取引業者はもう短期売買で儲けようとしますから、価格形成が本来の株価の価格形成が阻害される、恐れがあると。で瞬時に何かあると瞬時にですね、市場全体に異常な事態が伝播するとか、あるいはアルゴリズムを用いた相場操縦、アルゴリズムで相場操縦するというような不正取引の事案も出ているということで、まあ、要するにあまりいいことはないということですね、今のいいことはないということでございます。で、どういう事業者が具体的にやっているのかというと、次の資料ですけれど、高速取引行為者登録一覧表ということで、あります。で、まあ、ちなみにですね、このコンピューター売買っていうのは、株取引において、そもそもなぜ最初に始まったかというと、これはリーマンショックの時が特にそうだったわけですけど、株がこう暴落して急落していくと、お客さんはみんな株を売りたがりますよね、もっと下がる前にと。その時に証券会社に電話するわけですね。ところが証券会社でその売買に応じるとまた株が下がるんで、証券会社の社員がですね、アメリカの話ですけども、電話を取りたがらないと、注文を受けたがらないというようなことがあって、それが後で指摘されて、そういう恣意的なことはダメだということで、コンピューター売買というのがですね、最初始まったと言われております。それが今やですね、アルゴリズム、 AI、 高速回線全部乗っかってもモンスターのようなものになってしまったと、それがこの高速取引 HFT でだということなんですね。で、それをやっているのがこの一覧表の事業者でありまして、一つだけ日本の企業が出てきております。ダルマキャピタルということで、これはガイアの夜明けでも取り上げられておりましたけど、まあ、そういう世界でございますから、物理とか数学の専門家が、システムを作るわけですね。で、国際金融都市を目指すという福岡が、この取引所を活性化させるためにダルマキャピタルを誘致したということでございますが、あとはもうみんな、海外の事業者でございます。で、金融庁に伺いますけど、今回の法改正の、まあ、目玉の方向ですが、日本がですね、国際金融都市を目指すということになりますと、こういう海外の HFT、高速取引業者をさらに呼び込むということになるんではないでしょうか。いかがでしょうか。金融庁中島政策局長。お答えいたします。国際金融センター確立に向けた取り組みは、約1900兆円の家計金融資産、そのうち約1000兆円が現預金で保有されているという実態を踏まえ、これを生かす観点から、海外資産運用業者等の参入促進を目指すものであります。委員ご指摘のとおり、国内 HFT 業者のダルマキャピタルが福岡に拠点を設けるということは承知しておりますが、国際金融センター確立のための施策は、資産運用業者等を対象するものでありまして、高速取引行為者、いわゆる HFT は、今般ご審議いただいている金融商品取引法上の簡素な参入手続きの創設や、法人税、所得税といった税制上の措置、在留資格の緩和等の今般の諸施策の対象とはしていないところであります。大門美樹君。それは知っておりますが、国際金融都市というのは、私はそれそもそもちょっと疑問なんですけれども、いずれにせよ、こういう HFT 事業者がですね、高速取引事業者がこうさらに入ってくる方向になるのは間違いないと、そういう流れだというふうに思います。で、そういう、まあ、こういう危ないですね、まあ、なんて言いますかね、自分たちだけ儲けるようなモンスターのような事業者が増えるということが、冒頭申し上げました日本の投資家に、個人投資、特に個人投資家にとって、あるいは健全な市場の発展にとってどうなのかということが懸念されるわけであります。で、この点ではすでに日本で起きた事件といいますか問題がございますので、
それを振り返っておく必要があると思います。資料の4枚目でございますが、これは2019年10月に、SBI 証券がこの高速取引を通じて一般の投資家に不利益を与えたんで大問題になったことであります。ご存知の通り SBI グループの創業者はもう有名な方でございますが北尾義隆さんでございまして、金融庁ともいろいろ関係が深いといいますか、やり手の事業者の方でありますけれども、何をやったかといいますと、要するに SBI 証券が SBI 証券がその自分たちの SBI 証券を利用していただいている一般の投資家のですね、SBI 証券を利用している一般の投資家の売り買いの情報を、HFT 高速取引業者に情報を開示したと。で、HFT 高速取引業者はその情報をもとにして先回りして売り買いをして利益を得たと、一般の個人投資家が損を被ったという、事件といいますか、問題だったわけであります。で、記事の冒頭にも書かれておりますけれども、株の売買注文を出したら何者かに瞬時に先回りされていると、個人投資家から最近こんな声が上がるようになったと、その不満は、SBI 証券の利用者からのものだと。探ると高速で売買を繰り返す HFT の業者の関与が見えてきたと。これはアメリカの作家マイケル・ルイスが2014年に著書フラッシュボーイズで描いた米国株市場の状況が日本でも繰り返されようとしていると。ちなみにフラッシュボーイズというのはここにありますけど、今文春文庫になってますが、アメリカのですね、高速取引業者の姿を描いた実話小説でございまして、大変サスペンスとしても面白い本でございますので、ぜひ一読されたらよくわかると思いますが、こんな話題になった話がですね、日本でももう始まっているということでございます。で、この記事ではないんですけど、当時の記事を見ますと、いろんなこと、この記事にも書かれてますね、10月以降というのはこの SBI 証券がこう方式を変えて、情報を見せるようにした以降なんですけども、露骨な先回りで利益をかすめ取られるようになったと。注文を出した途端、さっきまで見ていた最良の板、気配値が奪われると、体感では約3分の1の注文が誰かに先回りされているという感じを持ったということが書かれておりますし、当時 の関連記事ではもっといろんな不満の声が出されております。例えば、まるで人気店のお店の前で並んでいたら突然割り込まれたような感覚だとかですね、とにかくこのアルゴリズムを使いこなす一部の業者が利益を得て、大多数の投資家は損していると、株式市場は公平ではないということが当時いろんなそういう声が新聞記事を見ると出ております。で、少し詳しくこの図表が分かりやすいんで、簡単に仕組みを申し上げますと、SBI はですね、東京証券取引所だけで取引をしているわけではありません。関連会社が運営する、施設取引所、いわゆる PTS ですね、PTS でも取引をしております。で、この図の真ん中にあります、ジャパンネクストというのが、SBI の関連会社、SBI グループの関連会社の施設取引所ですね、ジャパンネクスト PTS。でございます。で、どういうことが行われたかというと、 SBI はですね、投資家から、注文を投資家が注文を行ったときに、複数の市場からですね、東証でもいいし、このジャパンネクストでもいいんですけども、複数の市場から自動的に最も利益が出る市場を選択して発注するシステムを持っております。その際ですね、ごく短時間、注文が即座にこう約定しない際に、板情報ですね、売りと買いのこの情報が100ミリ秒から300ミリ秒といったもう瞬時、非常に短い時間に、板情報がこう HFT 業者に見られる、
注文データが見えるという状態にしたわけであります。で HFT 高速取引業者はそれを見て、もう瞬時のうちに個人投資家が買おうとしている売ろうとしているその情報を見て先回りして取引を行って利益を得たということでありまして、言い換えれば SBI が意図的にこういう高速取引業者が見られるように一般顧客の注文データを高速取引業者向けに解除してあげたと、先回りできるようにしてあげたということでございます。でというのは実はこの時まではですね、2019年10月の以前は SBI もこういう注文データが他の人に見られない仕組みだシステムだったんですが、わざわざやり方変更して見られる方向に変えたから SBI を利用していた個人投資家が10月以降急におかしなことになっていると、先回りされているということになったわけであります。当然目的はこの SBI 証券にこの HFT 高速取引業者を呼び込むことによって SBI は売上を伸ばそうとしたということに、それが目的でこういうことをやったということになります。でただこの問題で批判を、もう当たり前ですけどわーっと批判を受けまして、 SBI はこの100ミリ秒から300ミリ秒一瞬ですけど見える状態というのを0ミリ秒に設定して見えないように変えました、元に戻したということになります。ただそれだけで済ましていい問題なのかということがあるわけでありまして、個人投資家に損害を与えた SBI の責任はどうなるのかということであります。これは先月4月7日の金融審議会のタスクフォースでもある委員の方がこの SBI がですねこういうことやっといて元に戻しましたと、もうそれでいいんだみたいな開き直りをしていると、こんなことほっといていいのかということを金融審議会のタックスフォースでも指摘をされております。これ参考人にまず聞きますけど、金融庁としてですねこの SBI 問題どう考えているのかですね、今後こういうことはないようにすべきだと思いますがいかがでしょうか。古澤局長。お答え申し上げます。個別の事案についてのコメントは差し控えさせていただきますけれども、一般論として先生ご指摘のように高速取引業者行為者が例えば例にございましたけど取引所とそれから PTS という複数ございます、そこの価格差、時間と価格がずれてくるわけでございますけれども、それを利用いたしまして一般投資家よりも有利な価格で注文を約定されるという場合があると指摘されてございます。こういった時間差から生じる複数の取引施設間のその価格差を利用したHFT の投資戦略、一般にレーテンシーアービトラージという用語で呼ばさせていただいています。このレーテンシーアービトラージをどういうふうに取り扱うかというのが先生のご指摘のございました金融審議会の裁量執行のあり方の関するタスクフォースでも議論させていただいているところでございます。審議会の議論の中では、こういった戦略に対して、投資者をどういうふうに保護するかというやり方も今まさにさまざまなものが出てきているところで、あるというふうに称してございます。どういうふうにして、顧客の利益を確保すべきかといった点につきましてはタスクフォースの専門家の意見も参考にしながら、ぜひ検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。大門美樹君。至急検討していただきたいと思います。でその SBI 証券は先月ですね、25歳以下の若者に対して、株の売買手数料無料化を打ち出して若者を取り込もうということで戦略を練っておりますので、この問題こういうことをうやむやにしてですね顧客の拡大、特に素人の人たちを引き寄せるというのは大変不安だということを申し上げておきたいと思います。で麻生大臣に、SBI はちょっと置いといて、この全体ですね、高速取引、事業者全体どう見るかという点で、一言伺いたいと思うんですけど、今日ちょっと今申し上げたようにですね、素人というか個人投資家だけではなくてもいろんな人が食い物にされていると、この関係者でさえ養分だとそういう人たちはというような言われるようなことが続くようではですね、
っぱり健全な株式市場の発展とか、ましては国際金融都市云々もですね、ないんじゃないかと思います。まずもうちょっとこう健全な市場にするためにもいろいろ考えなきゃいけないんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。麻生大臣。このハイフリクエンシートレーディングっていうこの話は、これは結構長い話なんですけれども、流動性が厚くなりますからいいんじゃねえかっていうのも当然一方にあるんですけれども、これ一種特殊技能を持っている人以外の人はそのゲームに入れませんから、そういった意味では太刀打ちできないっていうことになりますんで、これは何でしょうね、投資家間の公平な機会の平等っていうのは明らかにこれ偏ったことになりますんで、そういった意味ではいかがなものかということで、2年ぐらい前だったから登録制をこれ採用したんして体制の整備の役目を今整備したところというところぐらいなんだと思いますが、今後これ引き続きこう実態早くやっていかないと、これはとてもじゃない、もっと早くなってくるなんてことになってくると、いろいろな意味でちょっと間違いがあってもボーンといって、それ影響が株価全体に与える影響にも響いてきますし、二つ三つの言葉を言えるとそれで反応しますので、そういったようなものを見ますと、ちょっとこれいろいろ今後こういった問題点があるということをよく理解をしておいた上でこの種の問題に対応していく必要があるだろうと思って、さらに技術が進むとちょっと恐ろしいことになりませんかなと、いろんなことをちょっと考えております。大門道君。時間が来てしまいましたので、次の資料とかこのダークプールの問題はまた非常に闇の世界でございまして大変な問題があるわけでございますが、次回、質問したいと思いますが、いろいろこのダークプールも含めてですね、高速取引も含めて今の株式市場が誰かこう力のある人に、有利になって、一般の人たちはただ巻き込まれて養分にされているだけみたいなね、ことが指摘されるぐらいの状況になっておりますので、健全化ということをですね、引き続き努力していただきたいということを申し上げて、時間になりましたので終わります。ありがとうございました。ご意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。大門道君。日本共産党を代表して反対の討論を行います。反対する最大の理由は、日本が国際金融センターとなるために金融商品取引法改正案において海外ファンドが日本に参入する際の行政手続きを簡素化するなど規制緩和が行われることです。そもそも政府の言う国際金融センターの定義は曖昧で意味不明です。アジアの金融センターの一つである香港が中国との関係で政情不安だから、このチャンスに日本が香港にとって買われるのではないかという安易な発想はやめるべきです。中国と香港の関係を考えるならば、日本はむしろ香港の金融センターを支えるべきです。国際金融センターの幻想の下で、とにかく海外の投資運用会社を招き入れたい。そのために規制緩和や税制上の優遇措置を設けようとしておりますが、彼らがタックスヘイブンでもない日本にセンター機能を移すことはありえません。結局優遇措置だけ利用され、日本国民の金融資産を海外を含めた投機市場に誘導されるだけに終わることは目に見えております。このほか金融機関の経営健全化、また顧客本位の業務運営の立場からしても銀行法改正案への懸念、金融機能強化改正強化法改正案への懸念も払拭できません。本法案には賛成できる内容も含まれておりますが、以上の点から反対することといたします。